何？え、いや、目の前の君の赤い唇に思い切って手を伸ばせば届きそうな、そんな気がする夕暮れです。俺はここが一番気に入ってるんだ。この街に初めて来た時から。ああそうさ、あの階段の数を数えた時から、あの時から俺にとっては一番素敵な街なんだ。大人の関係だの、子供の関係だの、そんなこと関係ないわけで、そんなことより積み上げてきた一つ一つを大切にすることの方が、そのことの方が。嘘に協力した僕が言う筋合いじゃないかもしれないけど、君たちにも感心できないな。彼氏とか彼女とかいればいいってもんじゃないと思うよ。ましてや自慢するものでもない。大事なのはどれだけその相手を思っているかってことじゃないか。さっきの話、優しい人がいつも優しいとは限らないって話、それ信じていいと思うな。いつも優しいって。